あのえ共同通信の中の人ということがほぼほぼ確定した「まあ、ニュー e ポストセブ7の取材によって独自スクープによって確定したと言っても過言ではない「うざがらみのインフルエンサーさくらういろさんに」にそっくりな「そさくら田ういろさん」というアカウントが私のところに「のこ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 ってやって「ねばねちゃんねちゃん」って絡みついてきました。 昨日の令和5年三月2月28日のライブ配信の方でもちらっと紹介したんですけど桜田ローさんハンドルネーム桜田ローさん紹介していたんですがその番組が終わった直後に確認したところ鍵垢かになっておりましたツイートは非公開ですいよいよもってあらあら本物ですか本物ですかと思っていたら そんに気になります <laughs> だって。うざがらみですよね。うざがらみ。あの、さっきまで公開にしてたんですよ。そしたら、また、またっこ、鍵開かになってました。ちなみに、桜、えー、田ローさんも、なんか面白かったんで、フォローしたんですよ。で、フォローして非公開ということは、この桜田ローさん、フ、え、ォ、ー、ロー外しの技を使ったとみられます。フォロー外し。 つまり、フォローをしている相手を一回ブロックするんですね。ブロックするとそのフォローが外れる。で、フォローが外れて、またブロックすると非公開になるんですよ。ちょっとめんどくさいかもしれないですけれど、いわゆるただ普通に鍵開にすると、私フォローしてましたんで、その鍵が、鍵にけて閉じこもってる向こうが見れるんですね。見れる。ただ、一回ブロックして出しといてから、えー、もう一回公開に戻してブロックを外して、そして非公開にするとこういう状態になるんですよ。 ものすごく手間をかけてみんな見ないでくれ見ないでくれってやってるっていうことですかねだったらそもそも近づかなければいいんですけどねそしてですねうざがらみと言いますとさくらウいローさんがうざがらみのインフルエンサーであるならば今年の1月になってからうざがらみかなという国会議員国会議員かな国会議員は国会議員ですねええー、としておなじみと私の中ではなりました 日本維新の会の足立康衆院議員。やってきちゃいました。それがこちら。どん。事務所経費でぬ信州武大に疑惑とされた指摘が払拭され、かえって事務所の透明さと公平さが周知されても、なお粘着してくる YouTuber たち。野党の一平卒に絡み続ける理由は、視聴数が稼げるからなのかな。えー、儲かるかなビジネス保守、YouTuber の末路、情けない、えー。もっと重大事に取り組めばいいのに。 というわけで、これ私のツイートを引用してきております。ほー、面白いことをおっしゃる。まあ私、足立康さんには直接選挙権持っておりませんが、まあ私、納税者でございます。まあ納税者に対して、えー、情けないですか。ほー、なるほど。まあ、面白いことをおっしゃる。ただ私、足立康さんに絡んでおりません。絡んでおりません。これ何かというと、こちらの スルメデラロッチャ。かつてスルメロックと呼ばれた男さんのこちらの4コマ漫画です。紹介させていただきます。とン。コラボと強いつながりがある東京都大型アップデート版ということで、コラボ再調査が28日に関西、韓国期限がお迎えます。これ産経新聞ですね。期限を超えても提出しなかった場合、罰則はあるのですかありません東京都、東京都ありませんはい。 原告に上空想力、高速力がなく期限を超過しても、風的な問題は生じまし三景新聞<笑><笑>え、ヒーということで、こちらについては、産経新聞のこちらの記事です。記事は、えー、月曜日ですね。令和5年2月27日の夜の11時、23時14分に出たものです。トーン。コラボ、28日に監査員、 韓国期限、公表は3月に。ということで、これまざっくりと述べますと、2月28日、つまりこの番組を収録している時点では、昨日の2月28日に、あのハンドルネーム、ひまそらあかねさんがガチャガチャガチャって飛び、こじ開けた扉の向こう側にいた一般社団法人コラボさん、これに住民監査請求を出しました。住民監査請求の中身は、あの会計とかちょっといろいろと問題あるんじゃないですか、ということ。 まあこれ後に明らかになったところなどによりますと、第1四半期、第2四半期、第3四半期、そして通期。これを比較すると、第4四,四半期が赤字になってなければいけないというミラクルな会計があった。どういうことでしょうか。まあ3ヶ月区切りで、第1四半期、第2四半期、第3四半期。これを足し込んだ通信費だとか、医療費だとかが、この通期という1年間トータルの12ヶ月分とでやると、第4四半期。 まあぶっちゃけで言うと1月から3月の間に赤字にならなければいけない通信費医療費ですからもしもしの携帯電話だとか、まあ、そうした通信費ですねそれに加えて医療費これを例えば、まあ、ドコモなのか KDDI なのかソフトバンクなのか楽天なのか、まあ、ここからお金を返してもらうお金を返してもらわなければつじつまつじつまが合わないというような監査報告が出ていた、まあ、これについて監査報告書の方では そらあかねさんが指摘したことについてその,その限定的な条件においては、えー、不当なところは確認できないとなったなんですがやっぱりいろいろとおかしいところがある、まあ、これは法律の詳しい方の解説によりますと他の解釈別の意味に取られたら困るんであくまでそこに限定した意味においてはその不当が認められなかったという表現になっているしかし総論としてはやっぱりこれはいろいろとおかしいところがある例えば本来的にその汚職時代 宿泊代ちょっと問題確認が、まあ、問,題問題じゃない問題じゃない不正はありましたじゃなくえっと、まあ、ちょっと問題ちょっとあれなんであ,あれあれなんで何かが何かがあれなんで2月28日までに一般社団法人コラボさんを監督する東京都福祉保健局ここにチェックのやり直し確認作業をやり直してくださいねということを 東京都の監査委員の方が出しました。で、出して、これの回答期限が2月28日だったんです。令和5年の2月28日だった。だからこれはひまそらあかねさんの方も2月28日、いつぐらいに出んのかなかなという形で東京都の方に尋ねたそうです。すると東京都の方、電話口で、あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。折り返します。折り返します。だって。つまり、はっきりしてなかった。 そしてその後、暇空あかねなさんのところに折り返しの電話があって、えっと、2月28日に、期限期限として、で、出てきて、それから、あのー、まず、あの、郵送しますんで、ということだったんで、いつなんですか、という話。さらに、これを東京都の方が、あ、東京都これを、産経新聞の方が東京都の方に取材すると、東京都監査事務局によると、韓国には拘束力がなく、期限を超過しても法的な問題は生じないという。え え2月28日までに出してくださいねというのはお願いお願いペースだった勧告じゃないじゃんって話勧告っていうのはもうある程度の強制力がある時に使うんですが、まあ、その罰則がないんでお願いお願いペース極論言うと罰則がないんでこのまま出さなくても違法ではない違法性はなかったとんでもないことがとんでもないことが明らかになっている。 まあ、ある意味暇らあかねさんが監査報告、えー、住民監査選挙を出してで、これで会計がかなりずさんなのはもう間違いないんですけれど、ただ、これはうっかりミスであったり、うっかりうっかり, <laughs> っかり <laughs> で、あったりっていう形で逃げき、逃げ、えー、っと、修正する <laughs> 訂正する <laughs> っていう方法もあるのかなと思っていたら、まさかの出さないというミラクルも、 起こり得るこれ、東京都の東京都議会の野党として、野党自民党として追いかけている、川松慎一郎さんが、川松慎一郎さんが、小池百合子都知事と、3月7日だか8日に1対1でえ、直接の一問一答の形でやり合うんですって。この時までに間に合わないっていう可能性も出てくるんですよ。だって、違法性はないから。違法性はないから。 ここで、先ほどの、うざがらみかなと思われる国会議員の足立康さんの話にググググ,グっと戻しておきます。の、こちらのね、秀逸な4コマ漫画。これを引用する形で私、このようにツイートしました。本当に足立康さんの違法性はないは、リーガルハラスメントのカードの表と裏だって確信だったんだよね、と。 まこれについてはいわゆるコラボさんだけではなくネットスラングでいう視点の WBPC これらすべてにおいてあ、まあ、ついでにここれも載っけておこう足立康市衆院議員の事務所の何だかあ、ね、れ辻褄が合わない、えー、政治資金収支報告書とか、まあ、これについてまでまるっと含めて違法性はなかった。違法性はなかった また、足立康衆議院議員の、まあ、双子のご兄弟が NPO 法人をやっていて、またそこでね、なんかいろいろとつながりがあるってところは今回割愛しておきますが、そこもいずれも今の時点では違法性はない。よって、あの、リーガルハラスメント会見において、えー、要は法律で、しばくしばく法律で何かをするということ、まあ、訴えるということは法律で、まあ、ある程度、ある意味では相手を攻撃すること。 これは違法性があるという主張。一方の違法性がないということ。これは社会的に倫理的に道徳的に問題がないというのとは全然別の話。それを裁く法律がないので違法性がない。今ある法律の中で相手を攻撃するかのリーガルハラスメントと今ある法律では裁けない違法性はない。これの、これがカードの表と裏だったと私はこうツイートしたわけです。 これに、うざがらみかなと思われる。少なくとも私には、うざがらみであった日本維新の会、足立康さんが、えー、引用をして、野党の一平卒に絡み続ける理由は、視聴数が稼げるなのかな儲かるから、ビジネス保守、ユーチューバーの末路、情けない情けないとまた言いますか足立さん。<laughs> あんたが情けないよ。だってこれ私、スルメロックさんを引用してるんですよ。 そのために今ずっと長々と説明してきたんですけど、スルメロックさんのツイートを引用して、まあこういう現象だったんだねということを説明した。これに対して、野党の一平卒に絡み続けるですか。素敵なことをおっしゃる。ただ、やっぱりこの違法性はないという足立康さんの発言、このコラボさん絡みに、いやいや我こそと名乗りを上げて一丁みをしてきて、えー、コラボさんには違法性はないと、盛りかけと同じだと、とんでもないこと、あ、いや、面白いことをおっしゃってまして、 でそれで、ピコンと来たんです。足立康さんの主張も全部違法性はない。いや、ただ私は問題があると思います。問題はあるんですが、違法性はないと言われると、それがやったらしっくり来ちゃった。足立康さんらの行動原理というのは違法性はない。政治資金収支報告書にしても、悪意がなければ、訂正で済んじゃうんですよ。まあこれ、厳密に言うと、ケースバイケースなんで、これはいささか語弊のある表現ですよ。 ただ悪意がなくてうっかり「ペヘペ,ペロ!」とばかりに間違えちゃったやつだと「訂正します」で済んでしまう。ざる法というより筒法が政治資金収支報告書政治資金規正法なんですね。だから確かに違法性はないんです。なので私足立康議員のことに関してはその違法性がないということを思い出すときにその違法性がないということで引用しておりました。 まあ、かつてですね足立康議員というとあのベントレーという事件がありまして事件というか鍵かっこ付きの事件ですね。このベントレーの供与高級,高級自動車ベントレーを借りてるっていうんですけどこれも供与になっちゃいますと厳密問題寄付行為なんで、まあ、これも問題だなと思ってました。ただ政治資金,収政治資金規正法自体が筒法なんでざるじゃなく筒法なんでまさに違法性がないということでここはあんまり掘り下げないでいたんです。 ただやっぱりその違法性がないということにあぐらを書いてふんぞり返ってえそして一般国民を情けない <laughs> 情けないですかそっくりそのまんま足立康さんあなたにお返し,します情けねえいや一瞬のからてないなんか流れ玉当たったみたいですよ流れ玉がえー、それがこちらです二次元美少女ジャーナリスト音無本村さんエコーニューさんですん維新代表馬場さんの家賃4万1800円の事務所でかびっくりしたわ 足立議員が恋いしたから大阪出張したんだけど、副産物が面白かった。大阪堺市の相場で政治資金収支報告書に寄付って書かないで大丈夫かしら何かと言いますと、こちらが、ババ馬場信之維新の現在の代表ですかねの事務所。かっこ広いんですよ。結構結構広い。まあ、お家賃が4万1800円ということでして、で、この場所自体も結構な住宅街で、 周りの家賃相場からすると、まあ、もっとお高いんじゃないのということで、まあ、これについて、まあ、今後どうなってくるかちょっとまだ分かりません一般論として相場よりもあまりにもかけ離れて安いお家賃の場合にはその差額分は寄付寄付で処理しなければいけないんじゃないかなただ一方でコメントをおとなし本村さんにコメントを寄せている人の中には馬場さん馬場議員はかなり長い間議員生活をしてるんで その最初の時に借りてそのままずっと30年とか言って30年間ずっと家賃が上がらなかったんじゃないかなんていう話もあるんですが30年前ってタタ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 のバブル経済なんですよ大阪はちょっと存じ上げないんですが東京地方では「リビングゲーム」という漫画作品がありまして家賃がとにかく上がっていく。 家賃がとにかく上がっていくって言われたのが33年前で、30年前の時に崩壊しましたけれど、やっぱり家賃はしばらく上がり続けたんですね。そうすると、果たしてこのお値段でいけるのかどうか。まあ、これも、まだわかんないとはいえ、おとなし無穂村さんがおっしゃるように、足立康議員が、もう来てね、見てもら見てみればいいよ、的なみたいなっぽいことの挑発をしたんで、まあ、いわば、うざがらみ。おとなし無穂村さんにうざがらみをしたんで、いっちゃった。 でそしてこういろいろと見てくると街並みなんかを見るとその状況とかも分かってくる、まあ、つまり足立康議員の「うざがらみ」的な SNS 上での活動が今日本維新の会の本体の方にピッてピッピッと火がつきそうになってんじゃないかなという状況でございます。 このコラボさん問題と言いますと、先ほどのスルメさんの件で説明したように、2月28日を過ぎても、公表しなくても、違法性はない。違法性はない状態になっている。これじゃあ手詰まりかと思っていたら、ひまそらあかねさん、動いちゃいました。それがこちら。インターネットで世界中に公開したから、大手メディアが資料を持ってない、不確かだから報道はしなかったが通用しなくなるわね。これは昨日、ハンドルネームひまそらあかねさんが、 今、彼が、彼女、まあ、が、ひまさらさんがお持ちの手持ち情報を全部公開しちゃった。笑しちゃった。笑しちゃった。つまり、拡散したことによって、みんなの白日のもとにさらされるようになってしまった。これがどういうことかというと、少し説明を、ちょっと流れ玉を当てるようにして、チャンネル正論さん。昨日公開ですかね。久しぶりに4万回再生とかになってましたけれど。 えー、コラボをなぜコラボを追求するのか。川松信一郎東京都議に聞くという形で、えー、番組やっておりました。この中で、この中でですね、えー、滝田真紀子さん、あるいは川松信一郎さんかな。まあ、そのクロストークンなんか出てきたのは、ネット情報だから、既存メディアが触れてないんじゃないか、紹介していないんじゃないか。まあ、そんな話が出ておりました。あれそうですかあ、そうですかマスコミマスコミの皆さんゴミですかあ、ゴミじゃ元気ですか ネット情報だからって、軽く見てるんですかへ面白いことおっしゃる。面白いことおっしゃる。音な正村さんのツイート再び。インターネットで世界中に、世界中に、ワールドワイドに公開したから、いやいや、ネット情報だからね、知らないし、見てないしね、不確かな情報じゃないの。ということ。ただこれ、ひまそらあかねさんご自身のツイートにありますように、東京都の公開情報。情報開示請求すれば誰でもが見れる。誰もが見れる。みんなのアイドルじゃなく、みんなの情報。 これによってマスゴミどもがネットの情報だから報道できない知らぬ存ぜぬが通じなくなったということ。それでもまだ報道しないということであるんだったらそこに何か、何かがあるんでしょうか。ちなみに、総務省の令和3年度のデータでテレビ、 テレビよりもネットの方に接触する時間が増えているとのこと。これ休日、お休みに関しては、もうすでにネットの方がテレビよりも接触率が高まっていました。ところが、令和3年度の、えー、白書、総務省が出した白書によりますと、平日でもネットの方が上回っている。つまり、え、ネットだから知らないあ、そうですか。テレビより見られてるんですが、という話、そういう状況に今なっている。 ま暇らあかねさんはそして手持ちの情報を公開したはい何か何か報道するんでしょうか産経新聞はこの件を追いかけていますけどこれを調査報道をするのかしないのか、まあ、こういうところで実力が現れてくるんじゃないかなと思いますちなみにというか足立康議員私のことをブロックじゃないですけれど共演 NG にしましたんで私彼のせいではっきり言います彼のせいでえ出られなくなったネット番組やります 恨みには思っておりませんネタにしておりますネタにしております、まあ、国会にいる方が一般市民に、えー、情けねえユーチューバー共演 NG ですか情けねえなと白が白ロがやっておりました